สวัสดีค่ะเลนาค่ะวันนี้ฉันจะไปกันเต้นกับทัชจันนัทจันค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เรากันเต้นกับเพื่อนรุ่ยจะซื้อซีฟู้ดที่ตลาดและทำบาร์บีคิวกันค่ะไปครัวนั้นใกล้จะถึงวันเกิดของนัทจันพอดีรุ่ยจะทำซับไพรส์ค่ะボイスチロールありがとう。エビは絶対買いたいよね。飛び出そうになって飛んでいいやつ出てってる。これでかい。これもでかいね。やばい。あ、これでかいね。でもこれとかはさすがに大きすぎる、ね。やってないやってない。お値段も第一そうなの。わかりやすいね。あ、じゃあこれにしよう。OK。あ、何キロか。いい買い物できた。5匹。5匹ゲット。一人だけ2匹食べれるなんて。じゃんけんや。じゃんけん戦いだね。じゃあエビゲットでーす。値段も違いがあるじゃないですか。サイズ？でも1個だけだったらさ、せっかくなんでいいやつにしよう。これしようかね。もち米のもうちょっとやわいやつで甘くてココナッツ。あ、そう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 。俺たっちゃん好きだと思うんだよね。おいしい。私も食べてみて。たっちゃん好きだと思う。おいしい。うまい。もう顔がたっちゃんうまい。これ4つぐらい食えるわ多分。食べ慣れてます。これかな。どれ？ああ、これか。あったあったあった。着きました。いただきます。うん。うまくない？うまい。めっちゃ新鮮。うん、暑いかも。暑そう。うん。うん。カニの身ぎっしりやね。うん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 。お、美味しそう。美味しい？ね、美味しいよね。パルパル。ね。アニモがある。あ、バーンボス。着いたー。こりゃ雰囲気いいわ。これから海鮮バーベキューの準備をしていこうと思います。イエーイ、頑張ろう。今日はね、海鮮だからナムチムから手作りしようと思ってクロックを持ってきました。マイクロック？マイクロック。ピムちゃんに
作り方教えてって言ったら、クロックがないと作れませんって言われて。そうなんだ、これマストなのこれ。そう、これで本格的なナムチムを作っていこう。いい、私も教えてほしい。ちょっと私も2回目だから、あの一緒に確認しながらやっていこう。おお、この先生大丈夫か。うんうんうん。だからちょっと真ん中なんでのかな、あの種があるから。ああ、そういうこと。ギリを攻めたいとこやね、もったいなくないよ。オッケーオッケー、カチカチ。じゃあなっちゃんに。もう潰していいの？そう。どうぞ。うん。楽しい。これ何なの？もう欲しくなってきた。こちら80バーツです。え、マジで？安い。唐辛子。おお、もうごと入れるんだ。そうそうそう。うわー、これはちょっと頼みますよ、辛さ調整。ピムちゃんとやった時は10個以上入れた。マジ？もう5入ってるよ。もうちょっとだけ入れる？行こう。でもほんと香りが出るね、潰すと。ねえ。わっ、辛っ。匂い。大丈夫？辛っ。ねえ、感じない？ここでこうしてたら今できた。潰したら取れるんじゃない？おお、入れる入れる入れる。おお、入れるね。よし、これで潰してみよう。タンプラー。タンプラー。スプーン1杯ぐらい。目分量ですね。そうです。OK かな。たっちゃんにお願いする？確かに。ちょっと力で。ヘルプ。すごいね。わ、ほんと辛いね。あ、辛い。辛いけど、美味しいと思う。そう、うん、うまくいってる？うん、なんか結構、マナオの酸っぱさがいい感じに効いてる。マナオがいい仕事してる、うんうん、そうだよね、爽やか。なんかもうちょっとナンプラーとか入れてもいいかな。塩気がないかも。そうだね、そうだね。ちょっとタッちゃんに食べてもらう。そうだね。タッちゃん辛いの苦手なんだもんね。どうだ、辛っ。でもなんかこのインパクトがいいと思うね。もう後味めっちゃ美味しいよ、うん、ニンニクが。うん、まろやかになった、だいぶ。ほんとほんと、うん、うんうんうん、塩気が足されたね。で、うん、辛いよ、しっかり。うまみがある、ほんと。後味が美味しい、これは、ね、めっちゃ後から美味しいよね、うん、うまい。あ、できた？完成です。イエーイ、美味しい。次はエビ。エビエビ、でかいの出てくるぞ。うわ、マジで立派。でか。やばいよね。めっちゃ綺麗ですよ、池が。夕日に。すごい雰囲気がいい。ねえ、乗るかね。でか。読んでいいかもしれない。読んでいいんじゃない？ね。どうだい？おー。うわー。おー。早く食べたい。食べよっか。じゃあ食べよっか。ね。いただきまーす。はい、ありがとうございます。配給しまーす。はい、もらいまーす。あ、重い。重い。犬も来たよ。走ってきたよ。すごくない？ちょんちょんぐらいでね。うまい。涙です。うまい。うまい。ナムチムソースもうまいよ。本当？なんか見てるだけで興奮した。食べて食べて食べて食べる食べる。うまっ。
エビ味噌やばい。ねえ。ナムチムうまい、あと。ねえ、ナムチム超うまいよね。うん。ちょっとで、そうなんですか。辛いの苦手だからね。うん、ちょっとそう。うまっ。目ん玉飛び出しそうになってたよ。辛くないよ。ちょうどよくなるよね。うん、嬉しいね。ナムチム褒められるの。ティムちゃん見てる。ティムちゃんありがとう。うまい。すごいでかいね。ヒロさんが持ってもでかいんだけど。すごい。おすごいねこれ。プリプリ。あ、でもナムチムも美味しい。うん。ほら、みんな大絶賛だよ、レナッチ。ねえ、嬉しい。ドイクメイン、お願いします。うぅあ、うまいわ。うまい。ナムチム最強説。ミックスしてもうまいんだって。へえ、どうなの？甘さもちょっと加わるの、これの。あ、そうだね。ムーガタのタレって甘くて美味しい。うまい。マジね。うん。変わる。変わるよね。うまみが増す。かわいいな。これね。こりゃうまそうだ。倍焼きで。いい、いい感じ、いい感じ。ナムチム合う。うん、うん、うん。最高だ、キャンプ。最高。また行きたいと思った。うんうん、このご飯最高、うんうん。ちょっと私も車にさ荷物取ってくるわ。あのバッテリーをそろそろ。うんうん、めっちゃ涼しくなってきた。あ、でも俺も一緒に行くよ。ありがとう。2000マツだった。多分この奥と。あ、いる。ここで開ける？え？開けるね。オッケーオッケー。急がないと。自然だった私。大丈夫大丈夫。焦っております。出ない。頑張るしかない。うまい。うまいうまいうまい。めっちゃ美味しそうじゃない。うまくいってる。今日のメインはここですから。ね、バーベキューと見せかけて。そう。ナムチムと見せかけて。なっちゃん誕生日おめでとうサプライズ。そう、こんなね暗がりでパンケーキ焼くとはね。いや本当だよ。一生最初で最後で。オッケーオッケーオッケー。できた。いいんじゃない。あ、これあってよかったね。そろそろ言うか。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーハッピーバースデーディアナちゃん、バースデートゥーユー、なっちゃんおめでとう。かわいい。なにこれ。ごめんね、急いで作ったから。作ったの？そう。ありがとう。封じていいの？いきます。びっくりしたでも。ええー。なっちゃんちょっと早いけど誕生日おめでとう。いやー、かわいい。全然想像
もしなかった。びっくりした。私はこれがハイライトで今日ね、昨日からね、ずっとドキドキしてたの、レイナは。マジで、ありがとう。めっちゃ可愛い、ね、じゃあ、なっちゃんこれを。ありがとう、なんですか。なっちゃんの試合の応援とかでも使えるかなって思って、こっち来てると思ってる。いやスイート、やだ、持ってない持ってない。あ、よかった。一個もタイでスイート持ってないね。かわいい、ありがとうございます。どうでもない。はい、チーズ。びっくりしたでも今の時間で逆に準備できたらすごくない？すごいこれにしては短い、うん、バッテリーにしては長いちょっとバレてたよね。うわー、これとは思わんかった、ね、どこから作ったの？どこが？生地から作った。そう、生地こねて焼いて。もうじゃあ私の動画はこれにて終了ですもうね、満足だよね。もうこれがハイライトだから、キャンプの様子はなっちゃんのチャンネルに上がるので、皆さんそちらをぜひご覧くださいはい、緊張が取れて一番いい顔してたよいやだって昨日からもうほんとずっと不安で一番いい笑顔してる。なんか3回おさらいしたそう、マジでその気持ちが嬉しいね。嬉しい、ありがとうございます。おめでとう、大事にします。すごい、よし、あのお誕生日ケーキいただきます。はい、うん、おいしい、成功やん。